こんにちは、井上です。今日はマイクの新型のものを買ったので、それのご紹介をしようかと思います。で、今はこの YouTube でも使っているんですけど、あとは Zoom の打ち合わせとかで使ってるんですけども、マイクはイエティというものを使ってます。今この、ちょっと別。今この別カメラでこう撮ってるんですけども、こちらの左側がイエティ X で今回新発売になったものです。22,000円ぐらいですね。で、その前の方のこのイエティというものが前の方です。で、何が違うかというと、ちょっと見た目としてちょっと小さくなったっていうのはありますよね。で、まあ多少ではあるんですけど、小さくなったということと、あとはこのLED がついたっていうことがあるんで、今こうやって喋っていて音がちゃんと認識されていると、このマイク上で分かるようになったっていうのは結構便利かなとか思ったりします。で、いざ喋ろうと思ってもそれが音が入ってなかったりとかっていう時があったりもするんで、それをこう見た目で分かるようになったと。で、この LED でちょっとLED の色も設定で変えることができるという特徴もあります。ただですね、この LED がこうやってこう仕事しているとちょっとチカチカする時はあるんですよね。ちょっとそれで使わないときはスイッチを切るまではいかないですけど、ちょっと見えないところに置いとくっていうのがをしておいた方がいいかなとか思ったりはします。で、あとは性能も上がってるということなんですけど、実際どのぐらい上がってるのかなというのは何とも言えないところです。ちょっと比較はしてみてるんですけども、もともとイエティの方も元のイエティの方も結構性能が良かったんで、それはさらに良くはなってるということではあります。で、とはですね、私が気に入ったのは USB がマイクロ USB になったんですよね。これ前のイエティってこういう端子で、これミニマイクロソフトミニ B とかっていうやつなんですけど、この端子のものってなかなか今ないんですよね。で、私が今持ってるもので機器でこの端子を使ってるもの、このテーブルを使わなきゃいけないものってこのイエティだけで、それが地味にストレスだったんですよね。で、今回はこのイエティで、今ちょっと外してしまうと音が消えてしまうんで、あれなんですけど、マイクロ USB という、こう、一般的なものに変わったんで、USB-C ではなく、その次に、普通の USB と USB-C とあって、その次にメジャーなものかと思いますんで、それになったっていうのは非常に嬉しいです。で、買おうかな、どうしようかなと思った時に、そのケーブルが、端子が変わるっていうことで、もうそれで、買うのを後押しになったぐらいです。で、あとはですね、音をちょっと声質を変えることができるっていうのがあるんですけど、ただなんか自分の声をそんなに変えてもどうなのかなとか思ったりはして、今はこれを積極的に使う気はしないです。今ちょっとソフトの方でこうちょこちょこ変えてはいるんですけど、例えばハイボイスソフトとか、ハイボイスラウド、ローボイスラウドとか、だから音声を、何ですか、音量ももちろんなんですけど、その声の低い、高いとかも変えられるのかなというところではあります。今、なんかこうやって変えてみてるんですけど、それで変化があるかってところです。そこは私としてはおまけ機能かなみたいな感じでは考えてます。で、音をよく拾ってくれて、ちょっとちっちゃくなって USB 端子が変わったっていうところで、気に入ってるところです。ただこの色が前は赤でこう気に入ってたんですけど、今回今のところ黒しかないんで、そこがちょっと残念かなとか思ったりはしてはいます。ただこのイエティにしろイエティ X にしろ、やっぱりこうやって喋っていて、もうこの辺にマイクがあるんですけど、そこで確実にこう拾ってくれますし、他の音を拾わないんですよ。この辺でマウスをこうカチカチやっていてもそんなに入らないと思うんです。キーボードをこう叩いていたとしても、そんなにその音が入らなかったりっていうのはありますんで、だから周りのこの騒音がちょっとあっても、例えば救急車なり、車が通ったりとかっていう時も、音は入らなかったりもします。風の音とかですね。ですので、こうやって置きっぱなしにしておくと楽ではありますんで、
私はこのなんかヘッドセットっていうのはちょっと苦手なんで、わざわざこうつけなきゃいけないし、長時間つけてるとちょっと疲れたりするんで、まあ、こういったマイクを使うようにはしています。で、イエティ X とイエティ、まあ、今買うんだったらどっちかなというのは、まあ、あの新しい方を買っておいていいかなと思います。イエティだと1万7000円ぐらいで、で今のイエティ X だと2万2000円ぐらいで、このちっちゃいスノーボールというやつも新型が出て、前のやつは私持ってるんですけど、持ち運びだったらそっちのスノーボールがいいかなと思ってはいます。以前ですね、出張とか旅行とか行くときはそのスノーボールを持ち歩いてはいました。まあ、それはその音声認識入力をするためで、音声認識入力の精度を上げるために、そのパソコンのマイクだと性能が足りなかったんで、そのスノーボールを持ち歩いてました。で、今はですね、 MacBook Air がメインのパソコンなんで、 MacBook Air ってマイクの性能がいいんですよね。だからこのマイクはいらなかったりもします。で、今はこう収録してるパソコンはデスクトップパソコンで、マイクがそもそもないんで、これを使ってるっていうところです。だから音声認識入力もこれでやると精度が高いですし、高いので、やっぱりその意味でも役には立ってます。ということで、今日は新型のマイクのイエティ X をご紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。